はいどうも、村屋です。本日も食べ歩きで三宮を歩き回っております。美味しいもの早速見つけに行ってみたいと思います。はい、本日はこちらのお店に行ってみたいと思います。それでは早速入っていきます。店内もとても広々として綺麗でしたよ。メニューの方もたくさんありまして迷ってしまいます。本当に美味しそうです。お酒もいろいろあります。薬味もこちらにありますよ。さあ、まずはハイボールとクラゲの頭、黒酢あえ物、美味しそうです。いただきます。クラゲどうでしょうか。とってもコリコリしています。きゅうりもコリコリ、歯ごたえがねいいですよね。普段は、まあ、クラゲといったら皮の方を頼んでるんですけれども、今回は頭の部分です。とってもボリュームがありました。パクチーも入ってます。まあ、こちらの方だととてもボリュームがあって、普段の皮の方だとコリコリですけども、頭だとゴリゴリ、かなりの噛み応えがあります。まあ、頭選ぶかこの皮の部分を選ぶかは人それぞれの好みもありますんで、まあ、一度試していただいて自分の好きな方を選んでほしいと思います。さあ、メインの手作りのワンタンです。楽しみです。このね、中華酢っていうのを入れて食べるみたいなんですけれども、実際このお酢よりも酸味は抑えられてまろやかでした。ワンタン熱々です。で、美味しい。このね、スープがね、絶品でした。先ほどの中華酢を入れて、とてもいい感じになってるんで、私はもっと入れようかなと思ったんですけれども、まあ、今回は撮影ということで、抑えめでさせていただきました。この熱々でね、食べれるのがね、いいなと。スープがね、本当にね、美味しかったです。ずっとね、もう飲むのが止まらないと。まあ、ハイボールにも合いました。まあ、見ていてもらったら分かると思うんですけども、なんかずっと、飲んでしまってます。最高でした。そして蒸し鶏、これもねよく頼むんですけれども美味しいですよね。シンプルなんですけれども、本当にこの薬味、食気のねある薬味が乗ってて、とってもお酒に合うし、ご飯にも合うと。でもこれだけでもね、もうご飯が進むと、お腹いっぱいになります。一品一品がね、結構ね、ボリュームがあるんで、まあ今回もたくさんは食べれなかったんですけれども、まあ次はね、他のメニューも試してみたいなとは思いました。でも、これも、でも美味しい蒸し鶏でした。お腹
いっぱいになりました。ごちそうさまでした。さあ、新生命様、いかがでしたでしょうか。とってもね、美味しくて、王道の中華から珍しいものまで、いろいろ多種多様とありまして、ワンタンの方もスープがとても美味しい。あの、中華酢というものを、まあ、かけていただくんですけども、その酢も、あの、ちょうどいい酸味のある美味しいお酢で、スープがとっても美味しく飲めました。まあ、三宮駅、もともとあの、東急ハンズがあったところの近くにありますんで、お近くに来られましたら、ぜひ来ていただけたらなと思います。それではまた次回の動画、よろしくお願いします。よければチャンネル登録もお願いします。それでは、失礼いたします。